今回の動画はですね、飛び方運用自動制御式 UFO 信号機を作りたいと思います。UFO 信号機ってなんだって思う方いますよね。画面右上に表示されているですね、UFO みたいな形をしている信号機のことでございます。正式名称はですね、懸垂型交通信号機と言います。ちなみに作ってるメーカーはですね、名古屋電機工業株式会社でございます。名古屋電機工業株式会社のですね、銘柄コードは6797番で、名称2部で上場しております。株の話はね、この辺にしておきましょう。それではですね、信号機を作っていきたいと思います。この動画を見てね、真似して信号機を作る際はですね、自己責任でお願いいたします。怪我を負ったりね、損害が発生しても責任を負いかねますのでご了承ください。それではですね、まずはじめですね、プロッターって言ってですね、プラ板を自動でカットしてくれるマシンで出力したね、プラ板を切り抜いていきたいと思います。はい、というわけですね、信号等級のですね、プラ板パーツが切り抜き終わりました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はね、スチロール樹脂専用接着剤を使ってですね、切り抜いたプラ板をですね、組み立てていきたいと思います。というわけでね、信号等級をね、作りたいと思います。ちなみに信号等級とは何かっていうとですね、光る、信号機の光るところのですね、はい、というわけですね、信号等級のプラ板パーツの組み立てが終わりました。こんな感じでございます。かなりね、UFO 信号らしいかなと思いますね。この時点で UFO らしいですね。次はですね、UFO 信号等級を塗装していきたいと思います。というわけですね、タミヤカラーのファインサーフェイサー L のオキサイドレッドで塗装していきたいと思います。なぜね、信号等級が白なのにね、オキサイドレッドで塗装するかというとですね、光漏れ防止のためにね、白以外の塗料を塗るっていうメリットもあるんですけども、何よりね、UFO 信号ってかなり古い信号機なんですね。なので、ちょっと錆びてる部分があるんですね。で、オキサイドレッドをね、下地で塗っていくことによってですね、ちょっと錆びてる感じにね、塗装が塗れるんですね。というわけでね、まずはじめにオキサイドレッドでね、錆を再現するのと、光漏れ防止ということでね、塗っていきたいと思います。はい、というわけですね、下地用にですね、タミヤのオキサイドレッドを塗装してきました。こんな感じでございます。オキサイドレッドを塗ることによってですね、古い錆びてる信号機っぽくなるんですよね。で、次はですね、タミヤのね、ファインサーフェイサーホワイトでですね、信号等級本体をね、塗装していきたいと思います。はい、というわけですね、UFO 信号等級をですね、白のサーフェイサーで塗装してきました。こんな感じでございます。茶色の上にですね、白を吹いたことによってですね、ちょっと錆びてる感じがしていいですよね。若干この塗りムラのあるところはね、錆びてる感じに見えていいですね。で、次はですね、この信号機のひさしの内側をですね、筆縫いでブラックに塗装していきたいと思います。次はですね、UFO 信号等級のレンズを作っていきたいと思います。レンズに使うプラ板はですね、透明のですね、0.4mm プラ板でございます。こちらはですね、ちょうどいい大きさにカットして、レンズを作っていきたいと思います。はというわけですね、0.4mm の透明プラバンをですね、ちょうどいい大きさにカットしました。そしたらですね、次はですね、レンズに傷をつけていきたいと思います。UFO 信号投機のレンズはですね、網レンズっていうなんか十字の、傷というか凹凸が入っているレンズなんですね。それを再現するためにですね、240番台のね、紙やすいでですね、十字の傷をつけていきたいと思います。はい、これでですね、一応、十字のギザ、網レンズっぽい傷がね、できましたね。一応縦横でね、ヤスリ掛けしております。次はですね、信号投機のレンズを塗装していきたいと思います。というわけでですね、タミヤカラーのクリアグリーン、タミヤカラーのクリアイエロー、タミヤカラーのクリアレッドでレンズを塗装していきます。筆塗りでね、塗っていきますね。なんでエアブラシじゃなくて筆塗りかというとですね、筆塗りの方が厚塗りで塗れるっていうのと、あと、楽だからっていう理由ですね。というわけで筆塗りで塗っていきます。はい、というわけですね、レンズパーツの塗装が終わりました。次はですね、信号灯機内の配線を組んでいきたいと思います。というわけでですね、チップ LED にね、ハンダ付けをしていきたいと思います。ちなみにですね、使うチップ LED はですね、電球色のね、チップ LED にね、塗装をしたものを使います。というわけでね、さっきね、レンズ塗装するついでにですね、チップ LED を塗装してきました。こんな感じでございます。LED を塗装するってなんだよ。最初から緑とか黄色とか赤の LED 使えよって話なんですけど、それよりもね、チップ LED 色付けした方がそれっぽい色で、光ってくれるんで、今回そういう方法を使ってます。別に緑とか黄色とかの LED 使ってもよかったんですけどね。というわけでね、これをね、ハンダ付けしていきたいと思います。はい、というわけですね、チップ LED のハンダ付け作業が終わりました。こんな感じでございます。そしたらですね、次は UFO 投機内にですね、チップ LED をね、固定していきたいと思います。今回はですね、ポキシパテを使って固定していくわけではなくですね、プラバンに固定していこうかなと思います。というわけで、こんな感じでですね、透明プラバンにですね、チップ LED を接着剤で固定していこうかなと思います。というわけでですね、チップ LED を透明プラバンに固定していきたいと思います。はい、というわけですね、チップ LED をですね、透明プラバンに接着剤で固定しました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はいよいよね、UFO 投機の中にこれを取り付けていきたいと思います。はい、というわけですね、UFO 信号投機が完成しました。こんな感じでございますね。結構ね、この小さい信号投機内にですね、配線をまとめるのが大変でしたね。で、次はですね、この完成した UFO 信号投機がね、ちゃんとつくかどうかテストしたいと思います。というわけで全部つけます。はい、こんな感じでですね、今信号投機全部点灯させました。すべての色がね、光ってるってなかなか面白いですね。全部光らせるとこんな感じになります。そしたらですね、次は信号投機をですね、アームに取り付けていきたいと思います。アームに使用するプラパイプはですね、ウェーブ製の肉厚パイプ、外径 6mm をね、これに信号投機を取り付けていきたいと思います。イディア機ですね、UFO 信号灯機にアームを取り付けました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はタミヤカラーのシルバーでですね、アームを塗装していきたいと思います。次はですね、信号灯機を信号柱に設置していきたいと思います。信号柱に使用するプラパイプはですね、外径 7.5 ミリの肉厚パイプでございます。これにね、信号灯機を設置していきます。はい、というわけですね、UFO 信号灯機を信号柱に設置しました。こんな感じでございます。次はですね、信号機を自動制御する装置を入れる箱を作りたいと思います。今回ね、トミカタウン用にね、一応信号機を作ってるんでですね、トミカタウンのレイアウトにね、溶け込めるような箱をね、作っていく必要があります。なのでね、トミカタウンの建物っぽい形をした制御装置の箱をね、作っていきたいと思います。というわけで、建物をね、今から組み立てていきます。はい、というわけですね、信号機を制御する装置を入れるための建屋が完成しました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はこの建屋をですね、塗装していきたいと思います。次はですね、信号機を自動制御する基板と UFO 信号灯機の配線をですね、接続していきたいと思います。ちなみにですね、信号機を自動制御する装置はですね、かなり昔に作ったですね、信号機ガチャをね、自動制御するっていう動画あったじゃないですか。あれに出てきたやつからですね、あれからですね、自動制御する基板を奪ってきました。なんで信号機ガチャのやつは残念ながら動かなくなりました。そこから奪ってきました。というわけでね、接続していきたいと思います。青になりました。はい、というわけですね、UFO 信号機が完成いたしました。いや、自分でも思うんですけどね、思ったよりよくできたなって思いましたね。それではですね、実際に電源を入れてですね、UFO 信号機を動かしてみたいと思います。電源スイッチはですね、ここにあります。ここにあるやつをオンにすると、信号機が動きます。それではオンにします。次はですね、UFO 信号機を点滅運用に変えてみたいと思います。一応ですね、この信号機で点滅運用にすることができます。点滅運用にするのはちょっとめんどくさいんですけど、ここの蓋を開けます。パカって。開けるとですね、こんな感じで基板が出てくるんですね。ここの基板のスイッチをですね、夜間に切り替えます。そうすると点滅運用にね、切り替わります。ちょっと切り替わるまでね、時間がかかりますので、ちょっとお待ちください。はい、こんな感じですね。UFO 信号機を点滅運用に変えることもできます。最後はですね、トミカタウンのレイアウトに組み込んだ UFO 信号機を撮影して終わりたいと思います。